皆さんこんにちは、東條でございます。今日は質問コーナーです。ついに40回目を達成ですね。今日の質問はお金の稼ぎ方を教えてほしいという内容でした。ちょっと読み上げますと、チャーンさんからいただいた質問で、お金を稼ぐ方法はいろいろあると思いますが、どんな方法があるか概要が知りたいです。おすすめの稼ぎ方とかあれば教えてほしいです、という内容でした。まずお金の稼ぎ方には私は大きく2種類あると考えています。一つが不誠実なやり方で稼ぐこと、もう一つが誠実なやり方で稼ぐことです。不誠実なやり方としては、例えば詐欺とかですね、あんまりこう情報を持っていない方たちに情報商材を売りつけて稼ぐとか、まああんまり僕は好きじゃないなと思っています。なので今回は誠実なやり方で稼ぐ方だけお話します。ただし誠実か不誠実かの判断基準は個人の価値観によるので、一概に私が不誠実だなと思っているものが本当に不誠実かは分かりません。人それぞれです。さて、では誠実な稼ぎ方はどういうものがあるか、大きく分けて4種類あるかなと私は考えています。1つが従業員、もう1つが私業や個人事業主、3つ目が経営者、4つ目が投資家ですね。それぞれ説明していきましょう。まず従業員として稼ぐ場合は、これが最も確実な方法かなと私は思っているので、皆さんにもおすすめしたい方法です。ビジネスを学ぶという方法としても有効です。出世することが報酬を上げる方法となります。まあ、より良い条件を狙って学び続けるという姿勢でいれば、従業員としては成功しやすいんじゃないかなと思います。従業員の主なメリットとしては、ほぼ確実に報酬がもらえる、もうここは最高ですね。報酬が安定的なので先を読みやすいというメリットがございます。そして報酬を得て、そこから生活費を差し引き、余ったお金を投資で増やせるというメリットもあります。最も成功確率が高いんじゃないかなと私は考えています。一方で従業員のデメリットもございます。考えられるのは4つですね。まずは自分の時間を拘束されます。毎日8時間労働だったら確実に8時間は拘束されるので、まあ、この点はデメリットかなと。あと出世をすれば報酬は上がるんですが、その出世の決定権が他人にあるという点もちょっと難点ですよね。あとは、まあ、東京の方がメインになりますが、満員電車は死ぬほど苦痛です。私はこれに耐えられません。そして、まあ、何よりも私が向いてないなと思うのは、社会性がないとかなりきついんですよ。もう従業員っていうのは原則として周りの従業員の方たちと上手にやっていくという必要がありまして、この時にコミュニケーション能力が必要なんですが、これを社会性と言います。この社会性がですね、私はないんですよ。なのでかなり辛い。続いて私業や個人事業主として稼ぐ方法、これは労働時間が自由というメリットがあります。報酬は不安定なんですけど、その分上限もないので、いくらでも稼ごうと思えば稼げます。また他人と無理に関わる必要もないので、まあ、コミュ障な方でも向いてるかなと思います。まあ、実際あの弁護士とか医者とかコミュ障な方かなり多いので、まあ、そういう方には私業とか個人事業主の方が向いてるでしょうね。あとは能力さえあれば稼ぐ場所も自由です。海外に行っても構いませんし、全国どこに行っても稼げるようになると思います。ただし私業等のデメリットもございます。まずは所得がゼロまたはマイナスになり得ます。事業の継続には高い能力が必要です。また医師とか弁護士とかになると、難関国家資格を突破する必要があるので、そもそも慣れる人は少数です。さらに個人事業主とか私業の、まあ、あるあるなんですけども、結局のところ過重労働になりがちなんですね。夜中まで働いてしまう。なので、まあ、この辺はデメリットかなと思います。3つ目の方法として、経営者として稼ぐ方法があります。自分のやりたいことをやれるというのが最大のメリットです。最も自由な職業の一つかなと私は思います。成功すれば数十億から数百億円ぐらいの稼ぎが得られる可能性はありますが、デメリットもあります。それは大きな負債を背負うのが普通だというところです。まあ、借金があるんですね。で、失敗する確率が非常に高いです。で、皆さん経営者って結構稼いでるイメージをお持ちかもしれないんですけど、実はギリギリで経営をやっている会社がほとんどなので、意外と平均的な所得は低いんですよ。下手をするとサラリーマンの時より稼げてない人が多いです。なのでいろんな意味で難易度が極めて高い職種の一つです。最後に投資家として稼ぐ方法ですね。これは労働という概念ではなくなります。私も今投資家として活動していますが、まあお金を稼ぐという感覚より増やすという感覚が一番近いかなと思います。確かに自由度で言えば最上級の職種です。
極論で言いますと、他人と関わる必要は全くございません。ただデメリットもあります。それは極めて高い専門性が必要です。成功法則のようなものは一切ないので、自分で自分の道を探求する求道者のような道を歩まないといけません。そのため中途半端にやると大やけどします。大損しますんで、あんまりおすすめはできないです。最後におすすめの稼ぎ方を2つほどご紹介しましょう。まず1つ目は、何らかの専門分野の勉強をして、まずはサラリーマンとして所得を上げましょう。そして上がった所得のうちの余った分を貯金しながら投資の勉強をしてください。そしてサラリーマンを続けながら投資をして、投資だけで生活できるようになれば投資家として独立するという方法があります。これはおすすめの稼ぎ方です。私もこの道です。そして2つ目は、何らかの専門分野を勉強することとサラリーマンとして所得を上げることは一緒です。この後貯金をしながら経営の勉強をしましょう。投資と経営はよく似ているんですが、経営の勉強の場合は例えば会社法の勉強とか、あとは経営システムの勉強、ビジネスモデルの勉強、あとは事業開発をどのように行えばいいのかというところの勉強だったりしますので、ちょっと内容が変わります。経営の勉強が終わったら、今度は副業で経営をしつつ独立を狙うのがいいでしょう。副業として始めた経営がうまくいけば、最終的に独立できれば経営者に変われます。それでは今日のまとめです。お金はまずは誠実な方法で稼ぎましょう。誠実な方法で稼ぐためには、まずは勉強することが大事です。そう考えるとサラリーマンは実は最強の一手なんですよね。サラリーマンをしながら次の一手のために勉強し続けるというのがおすすめな方法です。この動画が皆さんのためになれば幸いでございます。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。